はい、では相場解説の今日はですね、まとめをしようかと思いますね。朝の相場解説で何を申し上げたかと言いますと、まあゾーンをね、この辺りからブーッと引いて、このゾーンを突き破って上に行くようだったら、上に行くようだったらね、まあ買いで入ってもいいけども、このゾーンに跳ね返されるようだったら、まあ何もしないか、まあ売りに入るのはちょっとリスクが高いんでね、何もしないっていうことで申し上げたら、あ、なんか弾かれて下の方行きましたね、ということなんで、まあね、見ててよかったなってことですよね。もう一つゾーン書くとすればここですね。ここに力点がありますんで、ここに跳ね返って、今ヒゲ出してますけども、上の方に向かうのを狙うのはありです。まあ私はもうね、18時ですし、やりませんけども、あとはもう、深夜の流れを見て、明日どうするかってことは、明日に、後回しにしようかなと思います。はい、今日の朝の相場解説はね、無駄なエントリーをしがちな方に、ものすごくいいヒントになったんではないかなと思います。それでは、また明日会いましょう。失礼します。